休み時間ラジオ、井上真でございます。ノーミルク佐藤です。最終節 J1 終わりました。その夜でございますね。その夜だね。いや、生配信やったんでね、ぜひ見ていただきたいというのと、うん、今日の朝の動画でもね、その順位表見ながら喋ったりもしましたんで、振り返ってね、うん、もう喋ることないよってことはないぐらい胸の一日でしたよね。いくらでも喋っちゃうということですけどね。そうなんだよね。本当何の話からしましょうかって、あんま繰り返しになるとあれですからね、その動画を見てもらいたいんですけど。お願いします。いやはい、とね、J1 のところ、ただ一つちょっとびっくりしたニュースもあったのが、神戸マリノス戦終わった後に、はい、そのマリノスおめでとうの脇で、そういうこと、神戸の皆さんがインタビューを受けてらっしゃって、はいはいはい、一個ビッグニュースが出たんですよね。うんうん、日本代表発表の翌日、はい、大迫さんのもとに電話がかかってきたと。え、はい、誰から？で、JFA。だから多分森保さんかコーチからと思いますけど、うんうんはい、バックアップメンバーに入ってくれないかと。ああ、そう、ああ、なるほど。うん。ああ、まあ当然でもね、あ、バックアップメンバーっていうのは、要は、予備登録とは違うんですか？そう、この場合は、おそらく誰か怪我する可能性が高いから、はい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 、大阪も一緒に来てくれないか。そういうことですか。うん。すげえ、それ何人選ばれるの？ 3 人ぐらいでしたっけ？いや、実はですね、まずは、大迫さん断りました。あ、そうなんだ。うん。要は、やっぱもう26人が選ばれたわけだから、誰か怪我したら入ってくれみたいなもんじゃないですか。まあ、実績から言って断るのもありかもしれないしね、うん。26人入ってないんだったらっていうのもちょっとメンタル難しいもんね、それね。練習入ってる気持ちとか。そう。うん、でしかも自分が入るときには結局誰か怪我したときでしかないから、怪我を祈る、誰かの怪我を願うようなものになるから嫌だと。な。うん。とか、現状の優先度で言うと26人に入ってないことはもう宣言されてるわけだからね。そうですね。あ、難しいな。これは責められないね、これはね。ただ怪我しちゃったでしょって。そうなんですよ。中山裕太さん怪我になっちゃったわけですよね。そうで、もう完全離脱が決定、ていうか、あんまりこれ報道されてないんですけどね、まあさ、うんうん、実はもう一個中山選手悲しいことありまして、というか、実は復帰がもう来年の夏です。ああ、そのぐらい長いんでしょ。だから、ハダースフィールドのチームからも、もう登録メンバーから外されました。だからもう今季出ることができません。そういうことですよね。これはちょっとかわいそうですしね。そうなのよね。代表にとっても痛いんですけれども。そうなのよ。これはもう、一人追加招集じゃないですけど、入れ替えるっていうことで間違いないでしょ。で、これ、まあもちろん同じポジションで入れ替えることになるんでしょうか。うん、まあ、原口旗手。原口さんの可能性もあるってこと。ある、ありますね、おそらくね。まあ、可能性ですけどね。ポリバレントな考え方で言うと、まあ、そっか。うん。ああ。これはあるかもしれない。まだ決まってないんですか、これは。まだ決まってない。この収録してて決まってない。そこで大迫さんっていうのはおかしな話ですもんね。ちょっと違いますね、ここはね。そうですよね。それだったらどうだろうね。ただね、マスター。うんうん、これちょっと難しいのがね、冨安さんも怪我。冨安さんなんか怪我だっつってたけど。ねえ。一応回復途中だけど、久保、板倉、森田、浅野、田中碧っていう怪我組もいるので。そうっす。まあシーズン中だもんね。ちょっとした怪我はあるよね、それはね。そうなんです。で、あと谷口選手もね、実はちょっとお花が怪我ってのがありましたから。ちょっとだからどうなるかってのはまだわからないかもしれないですね、と。一人は間違いなくってこと。中山さんは決定ですね。その発表はいつなんですかね。まあ、もう多分 J1 待ったんじゃないかと思うんですよ。うん、だもしかしたら日曜、月曜とかかもしれないですね。もうじゃあ声はかかってる可能性があるってことですかね。じゃないかなと。なるほどね。思いますね。はあ、これでも戦力的には先生どうですか、中山選手をこう失ってしまったっていうのは。三笘選手。よく言いますよね、三笘選手を生かす。守りができるのは、とかね。そう、長友選手だと結構外側走っちゃう方なんですけど、中山選手結構三笘くんが外張ってる時に一列中を封鎖してくれる、そこにいてくれたりするので。なるほどね。ユニットとして、もうそこはちょっと言いたいってことだね。そうなんですよ。これ代わりの選手でやらそうとする人を招集するかね。するなら佐々木翔選手。ああ、そうか。か、なんとなくその、あうんの呼吸で分かってる旗手選手。まあ、川崎。ほぼ二択ですね。ああ、なるほどね。サイドバックもやるし。旗手選手。なるほど。
ここあたりこれはどうなるんでしょうね。いやいや、ごめんなさい、最終節の話をするつもりがね、そうなんだよ、やっぱ気になっちゃったから、それはそうなんですよ、ね、あとその最終節の終わったところでですけど、はいはい、鬼木監督の続投が決定したよね。うん、はい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 。で、あとね、一個そこで、もうちょうど今出たぐらいなんですよ。うんうんうん。一個ニュースが出たのは、はい。外国籍選手全員残留決定的と。川崎？うん。あ、そうですか。だからあれ、マルシーニョなんかね、行っちゃうんじゃないかなって言われてたけど。ね、タミヤなんか毎年そういう話あるし。うわー、素晴らしい。すごいよね。うん。大きな補強なんじゃないですか。そうだと思います。ここを残せたっていうのはね、まあ、補強の一つじゃないですか。ね、俺ちょっと思ったことがあるのよ、マサ。何でしょうか、ね、マルシーニョ最後に点取って2桁まあ乗ってるわけじゃないですか、もう。はい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 。だから来年も、うん、このペースでいったら、より、あの時の三笘クラスの成績、三笘くんクラスの成績残せるんじゃないかと思う。ああ、はい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 。なるほど。もっと高く売れるね。なあ、そういうこと。自分でもそう思ってるってことか。うん、かもしれない。このリーグで、この、あの数字を、このチームならって思ってるってことだもんね。そういうことです、ね。楽しいでしょうしね、あんだけスピットしたらね。ね、全部フィニッシャーになれるところに来ちゃったりするわけだからね。ね、そうなのよ、ね、楽しいよでしょ今っていうこともあるんで、来年もそうです、ね、よろしいよってことでしょ、それはね、そういうことでしょうね、うん、でそこでも調子乗っちゃダミやんっつってわしやん点取るのは今年はちょっと譲ったけどもねっていうことでしょうね。そういうよく聞いてくださってますよ、これこれ、ありがとうございます本当。いや、でかいよね、だからね、そういうことだね。うーん、川崎はね、それこそレギュラークラスになってきたら、はい、あの別にこう自ら他のチーム行くってケースってヨーロッパ以外はないじゃないですか。うんうんうん、ってことは最低限の今季の戦力は基本残しでいけるでしょう。なるほど。来年やっぱ強いね、またね。そうですね、すごい、ね。うん、はあ。思いましたね。で、またあれでしょ、今年入ってるこの若手がまた戦力としてなってくるわけでしょ、うんうん、そうだよ。ねえ。これ強いね。楽しみでございますけど。ねえ。マリノスどうでしょうね。来シーズンもこう。うん。ディフェンディングチャンピオンとしてどういう戦いをしそうな感じでしょうね。いや、マリノスは強いんじゃないですか。俺、来年の前半戦、うん、マリノス無双するんじゃないかと思って。ああ、なるほど。うん、うん、その、あれは今季は、うん。例年だと、うん、ACL の、うん、なんかそのグループ選手が前半戦やるどっかにこう絡んでくるじゃないですか。はい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 。けど、来年の前半戦って、なんもないっすよね。うんうん、ああ、そうか、ACL ないのか。そう、はい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 。ってことは前半戦今年の強かった組は結構な感じで無双しまくって、そうか、20試合ぐらい終わって、うん、で後半戦ちょっと成績落ちるかもしれないですけど、うん、もうだから前半突っ走って後半ちょっとまあヒヨンって矢印落ちちゃうかもしれないけど、うん、ある程度の貯金作っちゃうんじゃないかな、なるほどな、思います。やっぱりその2チームを中心に回っていくんじゃないかなっていうことですかね、思うね。プラス広島、広島がね、もうベクトル上げて終わってますしね。でしょうね。はあはあ、あの、三田くんのゴールすごかったですね。そうだね。うん、すげえことになってるね。余裕持ってパンって蹴り込んでって、うんうんうん、すごかったなと思いましたわ。はい。はい、まあ、セレッソとかもね、やっぱりこう、うん、なんていうの、自力をこう蓄えて上がってきてる感じもありますしね。ね、あとは風間さんのところでね、うんうん、純粋培養されてる皆さんもいらっしゃいますから。名古屋、トスなんかもね。いや、来るね。感じも札幌も勢い、うん、どこも J1 とかも強いけど。そうじゃん、J1 強いね。キリがない、どこもいいしね、うん。うん。そうなんだよね。そうでございますわ。だから、まあ、気になるね、やっぱり。うん。清水の話にはなっちゃいますよね。あ、そうですね。ちょっと、惜しかったですけどね。惜しかった。ね、もうこれはもう、今日はいっぱい語りましたしね。そうなんですよね。ですけれども、うん、でもやっぱりこう権田さんが、はい、まあ普通に考えたら抜けてしまう可能性が高く、うん、ですかね。なんか残りそうな気もしなくもないですけど。ただあとはだから来年の予算がどれぐらいになるかだと思うんですよね、清水としては。ごめんなさい。ね、だからその時には逆にチームが残せないって判断になっちゃうかもしれないし、権田さんのことを、ちょっとどうなるか次第かなと思いますけど、なるほどね、気になるね、
サンタナさんももちろんそうですけどね、うん、若手組もみんなそうですけどね。そうっすね、うん、そうなの。まあでもね、サポーターの方持ち込んでらっしゃる今夜だと思いますけれども、まあこれなんか雨降って地固まるじゃないですか。 J2 でね、こう若手が育って、うん、こうどん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 力上げてみたいなこともあるじゃないですか。前回が北川光也選手でしたね、その時にね。そっか、なるほどね、あるからそういうことがね、勝ち癖つけてまたね前戻るみたいな、そういう強さ。そしていきなり J1 優勝みたいなのもね、何例もありますからね、これね。そうですね、目指していただきたいところでもありますね。あとプラス、はい、奈良クラブよ。ああ、そうでしたね、おめでとうございます。おめでとうございます。 J3 に進出ということですけど、うんですね。ね。59クラブ目ということになります。いや、よかった。なんか集客がどうとかそういうのでね、っていうのが一番残念ですから、よかった。そうなんですよね。ね。で、プラスもう一チームの FC 大阪さんも、はい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 、あの、一応成績面ではクリアで、うん、あと最終節かな、うん、2試合のホーム戦残してるんですけど、うんうん、これ3700人くらい導入できれば、OK、そうなのかな。最後ね、はい、花園なの。ラグビー場。ラグビー場で、ここだったらいけるっても感じになってるので、多分だから来年は2チーム。あら、素晴らしいじゃないですか。まあ、仕事増えますよ。 FC 大阪と奈良クラブ、ね、実況でもね、喋、はい、らせていただきたいですから、うん、勉強させてもらいたいです ね、 今から ね、 ですね。あ、だからまあ、皆さんあれですよ、 J3 来シーズンは34節じゃなくて、はい、38節ありますから。うん、そうか、4試合増えますからね。増えるからね。そう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 。そうか。また仕事増えるよ、実況。楽しみですね。新しい、またね。そうですね。ああ。FC 大阪は鈴鹿と当たんの？あとは。花園はどこ戦なんだろうね。かな、ちょっと今確認しなきゃなってのありますけど。あと、カズさんがね、そのどっちかに行くんかもしれないんじゃない、うん、それ。あると、その可能性もゼロじゃないでしょ、ね、そうなのよ。奈良クラブなんてちょっとありそうじゃない？あると思うんですよね。あんだけ熱烈、ね、歓迎という感じもありましたから、カズさんも鈴鹿はおそらく出るだろうというね、いろんな関係で、ね、っていうのもありますから、YS が声かけてるみたいなね、相模原も。ね、いろんなところ。噂もありますよね、確かね。うんうん、そうなのよ。ね、残り FC 大阪さんは、うんうん、アウェーで鈴鹿戦を残していて、あ、アウェーをかけなくなっちゃうんでしょ、そうですね、で言うと、はい、うん、で、あとホームで、うん、ミオ、琵琶湖、滋賀と、あ、なるほど、いうことに。ただなんかあれなんですね、その花園会でも入れるでしょ、うん、そう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 、うん、結構収穫ができてるって話があるので、あ、そうです、大丈夫なんじゃないか。あ、なるほどね、思われますね。それよかった、それよかった。うん、ね、はい、いやいや、各所いいろいろスタジアムもできますしね、うん、明るい話題が。あれ、なんか長崎の新スタジアムがなんかもうシティ構想みたいなのあるわけでしょ、うん、そこになんかテレ東の支局が入るみたいな、うん、ニュース見ましたよ僕。やばね、テレ、なんかそんな、なんかね、すごいですね、すっごい、そんな話も進んでるみたいな、いろいろワクワクし、だってそれじゃなくたって、確かあれでしょ、うんうん、保育園やら、ね、そう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 、ショッピングモール、そして福祉施設みたいなのも入るみたいなね。うんうん。ちょっと、いいね。ねえ。ちょっと引っ越したいぐらいだよね、ちょっとね。そう、あとね、なんか。ニューサッカーシティに。ね、うん、なんか僕、あの堀江さんとあのサイバーエージェントの藤田さんの、あの YouTube 番組見てたんですけど、そこであの堀江さんが、え、なんか俺でしょ、あのゼルビアの社長になったんでしょみたいな、なんかいろんな、それでサッカートークを2人でやってらっしゃったんですけど、うん、そこでね、やっぱあの今治とか長崎の話をあの堀江さんがしてらっしゃったんですが、うんうん、やっぱ次回その経営者の方々からいろいろ聞いてるんですって、うん、でその話の内容聞くに、うん、その本当マネジメント力の方があまりにもすごすぎて、うん、ピッチもめちゃくちゃ大事なんだけど、うん、あれだけの経営力持ってたら、今まだそれぞれ J2、J3 いるけど、うん、ポンとなんか勝って、一つのカテゴリー上がったら、そのまま J1 定着ぐらいのところまで多分彼らは行くよ、みたいな話をされていて。あ、そう、予算を持っていけるだけの力があるってこと？そう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 。ああ、なるほどね。なるほど。そう。だから、面白いじゃないですか。ねえ、ちょっと将来の J1 クラブ候補生2チームそこら辺にまだいるぞってなるからね。世界に冠たるビッグクラブ作ってくださいよ、それはね。そうだね。
そうはさせじと他もね、頑張っていただき、頑張っていくでしょうから。いいじゃないですか。楽しみですね。なるほどね。いろんなこと考えられる最終節でございましたね。ございましたね。うん、いや、もうもちろんその、最終節の、もう一刻を争うような、うん、こう、一瞬一瞬の感情に関してはもうね、散々喋っちゃったんでね。朝の動画、そして生配信、ね。そうね、昨日の夜ね、あるからね。すいません、なんかこう、散っちゃいましたけど、話がね。ありがとうございました。ありがとうございました。シーズンお疲れ様でございます。そして、もう明日プレイオフの話題でしょう、これね、もちろん。そうだね。うん、ということになりますから。楽しますから。はい、明日っていうか、今日でしょう。そうだね。もう、キックオフでしょう、間もなく。もうそろそろそうですよ。ね、どうなる、はい、どうなりますか。楽しみだ。ね、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。そして11月18日はウィルワカトークでございます。ゲストが決まっております。月曜日発表、生配信をお待ちください。マンデーライブにて。ございますね。お願いします。はい。ゲスト決まってからチケットってなると、もうないみたいなことになっちゃうかもしれないです。今のうちに、うん、今のうちに手に入れて。よろしくお願いします。はい、概要欄より。ノエマでございました。ノーミルサトでした。ありがとうございました。じゃあね。ありがとうございました。